皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ミンシュです。今日はですね、このエアコンの吹き出しの、えと、ー、こにあるこのリングについてですね、えー、とっても良かったのでご紹介したいと思います。えー、最初に言っておきますが、この、えー、つけてるリング、えー、正直、これ、あるとには合わない分を、えー、買ってます。なぜかというとですね、これ、えー、インターネット、 で、買えるんですけど、値段が、送料込みの500円。しかも、これ両方、両方ついての、えー、送料込みで500円だったので、即買いしました。えー、最初からですね、えー、取り付け可能車種にあるとのは、なかったんですけど、まあ、同じ続きの写真ならつくだろうと思って、即買いしました。ちゃんとね、えー ちゃんとプチプチに、これ入って、箱に入って、えー、届きますので、そう、壊れると、届け中に壊れるということはないと思います。品質もね、悪くないんですよね。ただ、ただですね、ちょっと外すんですけど、両面テープ、だいたいこれ、0.4センチ、0.3目、mm、ぐらいかな。持ってやって、えー、取り付けを、 します。しました。はい。こんな感じで。えー、申し訳ます。これ、アウトに合いません。その他、鈴木が出してる、えー、最近の車種の、えー、鈴木アウト以外の車種は、ほとんどの合います。えー、ぜひね、これ、車の雰囲気ガラッと変わりますので、えー、私は、 えー、個人的にもお勧めしたいと思います。が、合いませんので、あるとには合いませんので、ご注意してご購入ください。えー、以上、ミニチューブでした。最後までご視聴ありがとうございました。